さあ続きまして、ラグビーワールドカップ日本が初の決勝トーナメント進出。予選4戦全勝ですよ。なんかねメール来てんすよね、ここで、はあ、ラジオネームバスターエンドラン、先日史上初の決勝トーナメント、進出を決め、国内の盛り上がりが最高潮のラグビーワールドカップですが、日曜日のスコットランド戦で気になるシーンがありました。自分はテレビで試合を観戦していたのですが、後半相手のスコットランドに反則があったシーン、テレビではその瞬間のリプレイ映像を流していたのですが、その映像の中で、観客席を映していたんですが、赤い帽子をかぶった坊主の男性が隣の人とハイタッチしている姿が無駄にスローモーションで映し出されていました。 M1 グランプリ2009の頃から、ハライちゃんである僕が見る限り、 あの横顔は澤部、さんにしか見えなかったのですが、そのところいかがでしょうか。そうなんです。あ、そうなん、言ってました。私、お前言ってたん。はい、ルールも分かんねえのに、はい、すごいねお前は。吉村さんがノブコムのね、吉村さんがなんかチケットあるけど、お前どうだみたいな、吉村さんもあの全然知らないんで。すごいな。にわか同士で。お前にわかの頂点だね。にわかの頂点なんて、そんなもう恐れ多い。すごいよ。にわかの頂点なんて言葉があるってすごくない？にわかなのに。にわかの頂点と言ってもらえたら、それはすごい言葉だよね。私もありがたいですけど。いやだからそう言ってさ、わかんないよ。いきなり言っても周りのお客さんとかがさ、うわーってなったのなんかね、まあ気づかれて、ですごい、今日どう勝ちますかね、みたいな、携帯向けられてさ、動画撮ってんだよ、なんかいきなり、どう勝ちますかね、澤部さん、どう勝ちますかね、客だな、いや、大丈夫でしょ、分かってねえのに、全然分かってねえ、全然分かんないから、それ結構、本当にいい席で、吉村さんのね、チケットが、すごいじゃん、で、見させてもらってたんだけど、ちょっといい、長くなるけど、その何何、見させてもらってて、で、結構こう、周りの席も空いてたの、なんか。で、そこ、隣はなんか若い女性が二人座ってて、では、なんか写真撮らせてくださいって言われてやってて、したら途中で外国の方が来て、試合始まる直前ぐらい。したらその女性二人が、すいません、みたいな。どっか行っちゃって、で外国の人座って、みたいな。あ、違う席だったんだ、あの人たちみたいな。ああ、なんだ、みたいな。で、今度試合始まったら、今度中学生みたいな子たちが来て、そしたらその外国人が、すみません、みたいな感じでいなくなって、ああ、なんだ、すごいな、みんな。で結構俺らの周りに、この中学生みたいな子たちが座ってたんだけど、はいはい、で俺らもすごい盛り上がって、その子たち聞いたら、その子たちラグビーやってるみたいな。教えてくれよ、なんつって、途中ルールもちょっと教えてもらいながら、なるほど、いいじゃん。わーわーなんつって、とんでもない試合だったからさ、いやーっつって、俺と吉村さんも初ラグビーだったけど、なんかし泣いちゃっても、本当に。すごいね、にわかの頂点だな。もう頂点となると泣けんだよ、やっぱり。本当に感動しちゃう。すごいな、ただお前生でラグビー、岩井さん見たことないでしょ。ない。生ラグビーはちょっと本当に来るものがある。他のスポーツ、まあ、俺もバスケが一番好きだけど、他のスポーツとまたちょっとなんか違うというか、グッときちゃって、で盛り上がって日本リードで後半、スーツを着た男性が来て、俺らのところ、お二人これ席どういうあれでお座りになられてますかねって言われて、えってなって、いや俺ここの席なんですっつってチケット出したら、間違ってたよ、俺と吉村さんが。うわでもう血の気引いた俺と吉村さん、やべ、何これ、やばい、いや、あ、すみませんっつって、そこもなんかそこも中学生の子の席だったんで、えやばいっつって、いや、今すぐもうじゃあ変わりましょう、すみませんいや、えってなって、いやもうでもその子たちも別のちゃんと席で見れてますんで、いいんですけど、いやすみません、もうそこからもう全然試合も集中できない、もう全く入ってこない結果も、もういやいやすみません変わります、いやでもいいんですって、その代わりなんか本当にその子たちもお笑い好きでみたいな、写真だけ撮ってあげてくださいみたいな、いくらでもそんなもん撮りますわと、いいですっつって、でもう試合結果勝ってさ、周りはとんでもないんだけど、俺と吉村さんも申し訳なさすぎてやっちまった、すぐその二人んとこ、二人ね、二人んとこ謝り行って、本当に申し訳ないと
いい席だったんだ。いい席だった。本当に申し訳ない。本当におじさんたちが舞い上がって、席間違えちゃって、本当に申し訳ない。写真もいくらでも撮るし、つって。で、俺らもラグビーの T シャツ着てたんだけど、すぐ脱いでさ、もういるか分かんないけど、サイン書いて、これ。お前のサインをラグビーの。多分これで、本当にこれ、撮っといてくれって言って、二人は、いや、いいよ、全然いいです。お二人に会えてめちゃくちゃ嬉しいですし、みたいに言ってくれて。で、最後、もう話してたら片方のやつが、ターンリスナーです、つって。うわーって、うわーって抱きしめても、うわーって、うん、で最後その子がもう本当に、なんか話してくださいねラジオで、でなんだよ、そう、お前そんなことでラジオ使うんじゃねえよ、もう本当にこれは今回謝罪でちょっと時間、謝罪で使うんじゃねえよてめえ、今本当にその子に話してくれって言われたから今喋ってますしね、その子に言われたら今俺何でもしますから、本当に。誰か消せって言われたら消しますし、その子に命を受けたら今も何でも、なんか、欲しいもあったらメールしてください。なんだよ、それ。わかんないけど。使用に使うんじゃねえよ。いやいや、わかんないけど。このラジオ聞いてるぐらい、岩井のファンかの可能性もあるしね。岩井のサインとかもあげるしね。じゃあ、その子が、ターン君だったってことね。何ですか。ちょっとごめんなさい。え？ちょっとごめんなさい。何ですか？タン君だったってことでしょ、聞いてたんですよね、聞いてます、結構聞いてくれて、まあ、タン君だったってことね、だからハライちゃんと、ハライちゃんってことは、タン君タン君ですよね、ちょっとこれはコロコロちょっともうやめましょうコロコロ変えすぎてリスナーがついてこれなくなる、タン君ですよね、ハライーター、ハライーター、はい、ハライちゃん、はい、いやいや違いますよ、 えタン君でやりました、タン君可愛いのに変わったこれは、じゃあ、リスナーはまた気をつけてください。どっかで言うときはターン君ですと言ってください、ね。ひどいっすね。反則があったシーンで、ハイタッチしてたんですね、あなたたち。それとひどいファンだね。俺も、これ本当にね。いや、本当に俺はこういう、もう客嫌だ。俺は。違う違う違う。4歳の分かるよ。お互いに讃え合うんだけど。全然わかるわかる。さ、こっちのボールになるみたいなのもあるよね。そう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 。そういうのでハイタッチしちゃいけないってことぐらいは、わかるじゃん。それでもそれがもうラグビー結構重要な盛り上がりポイントなんですよ、岩井さん、はい、平井堅でブランケット、ダメだ